さんにこういう紙あげたね。じゃあちょっと聞きますが、皮がありますが、どれが皮だか分かりますか？指で押さえてください。これ。どれ？これ。そう、真ん中にあるこれが皮です。そうするとここにあるのは何でしょう？これは。橋。うん。橋がいるんだけど、ウサギさんのうちはどれか指で押さえてください。これ。それでね、ウサギさんのお父さんとお母さんはね、ずっとこの細い道を通って上の方にいます。お父さんとお母さんどうですか？指で押さえてください。よし。でも狼がいるね。狼はどこにいる？ここ。狼はね、可愛い歯を持ってる。犬さんはどこにいるかわかるか？ここ。どれ？ここ。そう、豚さんはどこ？ここ。ではこの絵を見てこれから話をします。よく聞いて後で質問に答えてください。だけども必要一つ約束がある。答えを早く言ってはいけません。みんながバスをつけ終わるまで待っててください。いいですか？はい。じゃあ行きますよ。ある夜のことです。絵を見ててよ。はい、ある夜のことです。うさぎさんとお父さんお母さんが一緒に家にいると、お父さんお母さんが言いました。あなた、これからお父さんとお母さん、村の会合に行ってくるから、お留守番しててね。はーい。それから夜は怖いからお外へは出ないようにね。ちゃんと家の中にいるんですよ。はーい。と言いました。お父さんとお母さんはそう言い残すと、うさぎさんを家に置いて会合に行ってしまいました。上の方に行っちゃったのね。うさぎさんは一人ぼっちになりました。家にいたうさぎさんは、退屈だな、何かすることないかな、そうだ、犬さんに電話をしようと思って犬さんに電話をしました。ピッポポポポピッポポポ、犬さん、おう、うさぎさん、何？私今日一人で退屈なの。あなたの家遊びに行っていい？すると犬さんは言いました。ああ、おいでよ。僕も一人だから。と言って、うさぎさんに行ったもんですから、うさぎさんは家を出て、そしてとことこっと橋を渡って、犬さんの家にやってきました。ああ、こんばんは。こんばんは。そして犬さんとうさぎさんはしばらく一緒に遊びました。テレビゲームをして遊びました。わあ、楽しかったわ。で、しばらく来たらうさぎさんが言いました。もうそろそろお父さんとお母さん帰ってくるから、私うちに帰るわ。そう？じゃあね、また遊びに来てよ。バイバイ。バイバイ。と言って、うさぎさんと犬さんは別れました。そしてうさぎさんが帰っていこうとして、橋のそばまで来たら、じゃーん、じゃん、狼がいたのです。その狼は、誰かを食べてやろうと橋のそばに隠れていました。そこでウサギさんは、あ、あんなところに狼がいる、大変だと思って、タタタタタタと戻って犬さんの家に戻ってきました。犬さん、大変なの、お家に帰ろうと思ったら狼がいるの、怖いわ、犬さん一緒に行って。ダダダダ、ダメだよ、僕だって狼にはかなわないよ、狼は僕より何倍も大きいし、それに乱暴だから、ごめんね、ウサギさん、僕一緒に行かれないよ、と言いました。そこでウサギさんは豚さんの家に走っていきました。タタタタタタ、豚さん、豚さん、お願い、船に乗って、私の船に乗せて私の家に連れて帰って、と言いました。豚さんは、どうして？だって橋のそばに狼がいるの、だから私橋を通って帰れないの、だから豚さんお願い、だから船に乗せて、船に乗せてお家に連れてって。船は豚さんのものでした。すると豚さんはこう言いました。そんなら1000円お金くれたら乗せてってあげるよ。1000円？そんなお金持ってないの私。だったら嫌だよ。僕はただでは船に人は乗せないよ。1000円くれなきゃダメだよ。と言いました。ウサギさんは、困ったわ。困ったわ。仕方ないわ。もう走って帰ろう。ということで、ウサギさんは元来た道を走って帰ることにしました。そして橋のそばまで来ました。ねえ、じゃーん、じゃん。怖いわ。まあ、まだ狼がいる。でも走っていけばなんとかなるわ。ウサギさんは一生懸命走りました。パパパパパパパ。ところが狼がうわーっと出てきて、ウサギさんの首に噛みついてしまったのです。やー、ウサギさんが、キーン、パパパパパ。ウサギさんは食べられてしまったのです。さあ、この問題の中で一番悪いのは誰でしょうか？狼。言っちゃいかん、てしまう。それ言うとみんなが釣られちゃうのよ。だから約束したでしょ。またか、うん。
あなたはそれに自分の意見だけど、それ黙ってなさい、そんなことまで言っちゃダメだ。よし、皆さんいいね。誰が一番悪いでしょうか。その一番悪いと思う人に罰をつけてください。今の小山さんの意見は無視してください。みんなそうなっちゃうじゃない。なんか何答え言っちゃうもんだから、答え言っちゃうとみんなそうです。そうだよ、みんな取られちゃう。みんなさ、テストに見なくなっちゃうのよ。違うと思ったらさ、みんな違うようになっちゃう。できた、うん、じゃあいいよ。伊藤さん誰につけましたか。どうしてウサギさん悪いの。お母さんとお父さんが出てお家から出ないでって言ったのに出てった。あなたは自立心、自分で律する心の優れてる人です。この前頭前野連合屋の優れてる女の子はそういうふうに考えます。素晴らしい。竹本君は誰にバツをつけましたか。誰にバツつけましたか、うん、バツつけた人言ってごらん。誰につけた。まだつけてなかった。まだつけてない。じゃあ急いでつけて、待ってたけど。あなた考えたら自分で考え、いや答えなんかないんだから、あなたは自分と考えればいい。誰につけた。つけてみろ。つけてない。つけた。どっち、うん、つけた。あなた見て、どっちつけたかって。誰につけた。誰につけた。言ってごらん、誰。いいんだよ、それはあなたの意見だから。あなたはあなたの意見だよ。豚さんがいいとか決まってないの、これ答えがないのよ。だからあなたは誰につけた。じゃあ夏目くんは誰につけた。豚。どうして豚さん悪いの。ね、1000円ね、持ってないけどね、1000円ね、子供だからね、持ってないないとね、ダメってね言ってね、ただだからね、ダメだって言ったから。あなたは正義感が強い子だ。あなたのような人が政治家になってね、総理大臣になると日本はとってもいい国になるな。このお金の問題じゃないもんな、これは。助けるか助けないかと。菅原さんは誰につけたの。うさぎ。どうして。聞いたか。ウサギさんが悪いと言った。僕はウサギさんが悪い方か分からないよ。でも今の菅原さんの答え方はとっても素晴らしい。論理的で話の筋がしっかりとしているし、理由もしっかりと分かります。みんな手叩いてあげて。それから答えはパッと言ってしまった。そういうことする人はおバカさん。頭じゃないのよ、おバカさん。ダメで言ってしまうが、それはみんなの意見だから。選挙する、選挙でね、誰に投票するかはそれはあなたの勝手だから。わーわーわー言ったらみんな釣られちゃうでしょ。黙って自分のいいと思う人に入れればいい。いいね。でまあ怒ったのはやめて。小山さん、あなたは誰に罰をつけましたか。豚。どうしてですか。さっきあなた狼ではなかった、うん、どうして狼さんに辞めちゃったの。いいんだよ、お豚さんにしたんだ。どうして豚さんにしたの。いいよ、あなたの理由を言ってごらん。うん、さぎさんは、うん、持ってきてって言ったんだ。うさぎさんは、うん、お金持ってないもんな、うん、でやっぱ豚さんちょっと冷たいね。